こんにちは、ドクターネッケスです。本日は転生キャラ紹介いってみましょう。オリジナル形態のスターク、ザイル・アポロ、アーロニーロ。やるしかねえか。いってみましょう。特別抽選終わってないな。やるしかねえか。怪我するぜ。1、動くなよ。2、逃がさない。3、行くぜ。デボルベル・ロス・ロボス。逃げられると思うなよ。勝負あったろ。まずはどんどん転生いっちゃいましょう。始めようか。レベルまでですね、こちらも。始めようか。おっと、失礼。理解できるかな。おしまいだよ。これが完璧な生命だ。ラビーダ・フォルニカラス。素晴らしい気分だ。このポーズとか初めてぐらいだな。全然見たことなかったな。食い尽くす。ここだけレベル間じゃない。食い尽くす。はい、強化していきましょう。必要な素材、能力解放、まず一回全部強化してからかな。始めようか。必要な素材、能力解放、やるしかねえか。必要な素材、能力解放、さあ全キャラレベル200にしました。どっから行きましょうかね。あー、スタークいいね。どうしようかな、どうしようかな。やるしかねえか。ここで見るよりも、もう一個見ていきましょう。まず最初のスターク、もともとは強攻撃ダメージアップはなく20、40、12、120、121、はい、120、転生してパッシブスキルで敵ガード無効と体力最大時全ダメージ 20% アップがつきました。強攻撃ダメージ 40% アップつきました。
体力最大時強攻撃ダメージ 20% アップが、ソウル特性です。やけど時全ダメ 30% アップもつきましたね。かなりいいんじゃないですか。最前線のキャラに比べれば見劣りしますが、あとまあリンク要員としてめちゃくちゃ優秀ですね。グルバトの技属性の、リンクに絶対必要なキャラクターですね。次、元々のザエルアポロ、こちらも強攻撃ダメージアップがなくて20、40、12、121、あ、一緒だよな。転生して敵ガード無効致死生存 100% がつきました。強攻撃50でかいね。 50% なんやこれ。あ、瀕死全ダメ 24% アップがあって、トータルで74だから瀕死全ダメ 50% アップが、アビリティであってプラス24ですね。で、ドクターの出強攻撃一緒、1、2、そこは一緒だね。骨致死生存がついた上での瀕死時ダメージアップでそういった使い方をしましょうというところですかね。あとはその自動復活で、自動復活の時って体力どれぐらいで回復するんだっけ、か瀕死で回復するんだっけ、ちょっと覚えてないな。まあ、そういった使い方をしていくというキャラクターですかね。まあ、今あんま使うことないですけどね。まあ、お好みでと。ラスト。オリジナル形態の R2 は24、ここも強攻撃ダメージアップがなくて、麻痺弱体無効無効151。間違えた。敵ガード無効強攻撃範囲アップ 20%、強攻撃ダメージ 30% アップがつきました。敵弱体時全ダメ 50% アップがつきましたというところですかね。で、ソウル特性は弱体時全ダメ 20% アップ。この中でやっぱスタークがダントツいいソウル特性をもらいましたね。やるしかねえか。もうここは20まで上げましょう。で、こうして、絶対使うから、こうして、あ、海岸ポイントがない。ちょっとなんとか海岸ポイントを捻出してこようと思います。無限キャラパック買ってこようかな。1ヶ月待てば、パックで来るんですけど、1ヶ月待てないんで、ちょっとここは自力で、冷圧つけようと思います。始めようか。瀕死時全ダメ 24% アップ。まあ、今すぐは急がなくていいかな。弱体全ダメ 20% アップも急ぐ必要がないんで、こんな感じですかね。来月、パックとしてきますんで、もし持ってなければ、ぜひ購入することをお勧めします。ブレソルで一番面白いのは、自分の好きなキャラを好きに使えることだと僕はずっと一貫していっております。で、そんな中、オリジナル形態、ブレソルでしか使えないこんな、キャラクターたちは、ぜひともゲットすることをお勧めしますというところですかね。特にスタークは、グルバトの、リンク運としてめちゃくちゃ重要。今までこの強攻撃ダメージ、強攻撃クールタイム短縮と、強攻撃ダメージ、全ダメージ 20% アップは1体しかいなかったんで、スタークが出ることによって、チャド、千年決戦編、ウリュウ、このオリジナル形態のスターク。この3人がベストな組み合わせだろうなと思います。僕はちょっとこれで星5キャラ打って、スタークの抽選頑張っていきたいと思います。こんなところでしょうか。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。あ、もうぜひ。ぜひ皆さんゲットしましょう。で、もし、今まで持ってる人でも、スタークをレベルマン目指していくといいんじゃないかなと思います。スタークだけでなく、ザエルが好きな人はザエルを、R2 色が好きな人は R2 色、頑張っていきましょう。それぞれ正当進化な感じですごくかっこいいですよね。ほんとオリジナル形態のエスパーダはすごくいいと思います。今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。